名古屋城歴代城主列伝第四代徳川義満卿将軍位を望まれ受けなかった曖昧な藩主。こんにちは、尾張徳川七代徳川宗春卿研究者の北川雄一です。濃尾平野の北辺、岐阜県鏡ヶ原市の里山の高家寺という小さなお寺の住職をしています。ご縁があり、宗春卿の本まで書いてしまいました。さて、この度、岐阜市の金華山ドライブウェイの途中に、岩戸公園というところがありますけれども、そこの中にある高武寺というお寺のご住職、田村僧正が、このビデオの最初にありますポスターと御朱印を作成されました。その田村僧正からの依頼で尾張歴代藩主のビデオを作ることになりました。実際作り始めて結構大変なんですけど、なかなか良き勉強させていただいています。なお、ポスターや御朱印の著作権はすべて田村僧正にあります。そちらへのご質問はすべて高武寺さんまでお願いいたします。このビデオにつきまして、その中身につきましては私に責任がございますので、すべて高家寺北川雄一までご連絡ください。さて、今回ご紹介いたします義満卿は、私が研究対象としている宗春卿をとても可愛がり、食事を共にしていたそうです。逆に、宗春卿に最も大きな影響を与え、だからこそ宗春卿がとても慕っていた兄君なんです。だからこそなんでしょうけど、私はこの義満卿がとても好きで、今日は少し興奮気味です。この義満卿、将軍につきましては、八代将軍吉宗公の最大のライバル、いや吉宗公よりもずっと将軍位に近かった方なんです。ですから、六代将軍の後継の時に吉宗公も義満卿とは争うことはされませんでした。しかし義満卿は将軍位にあえて疲れることはありませんでした。尾張徳川家は将軍を出せなかったと口さがない方が言われますが、本当に口さがないんですよ。これは出せなかったのではなく、出さなかったという方が正確です。六代将軍家信公は聖徳2年4月に名古屋から江戸に戻ってきたばかりの義満卿に対して、永年在府、つまり参勤交代せずにずっと江戸にいるようにと命じられました。この年に家信公は亡くなっておられますので、おそらく自分の死を覚悟して、だからこそ近くに義満卿にいてもらうようにお願いをしたのだと思います。この日は東照神君家康公の命日でした。家信公にとって子供は病弱の直松、後の家継公一人だけでした。家信公は学問によく通じた方であったために、血筋とともに人格を重んじるという意思だったのではないかなと思います。また、もし義満卿が将軍の後を継がないのならば、義満卿に江戸城の西の丸に入ってもらい、将軍家を補佐するようにとされたのです。ただし、それに対して儒官の新井白石や老中閣お蕎麦用人の真鍋昭房が反対したと言われています。林家に代わるほどの儒官であるとはいえ、無役の旗本寄合席に過ぎない新井白石や老中に準じるとはいえ、またお蕎麦用人とはいえ、もともとは農薬者に過ぎなかった真鍋昭房がこの将軍家の跡目に関して口出しするとなると、さすがに審判や不代の大名たちは良い気ではなかったんではないのかなと思います。家信公も最終的にはこの新井白石や真鍋昭房の二
人の意見を受け入れたと言いますが、でもそれを家信公が受け入れたという証拠はどこにもないんですね。もし鍋松が亡くなった時は義道卿に継いでもらうと新井白石も真鍋昭久も答えたと言われてますけども、どうでしょう、本当にそのような意思が家信公にあったかどうかは疑わしいものです。やはり江戸幕府のあり方を思い、義道卿を跡目もしくは後見人としたいと考えていたというのが順当ではないかなと思います。ところが義道卿はそれをね、受け入れることをしなかったんですよ。家信公が亡くなった後も西の間に入ることはせず、参勤交代も復帰しています。ここで幕府は不穏な動きをしますけれども、これはまた六代藩主継友卿の時にお話します。六代将軍家信公が義道卿を選んだのには二つの理由が考えられています。一つは血筋、一つは人柄だったのではないかな。義道卿の父上三代目綱信卿と六代将軍家信公はいとこの関係です。綱信卿のお母様の千代姫の弟が家信公のお父さんだったんですね。ですから家信公にとって実子の鍋松と母の違う弟の越智松平清信、後に清武と名前を変えますけれども、彼はですね、越智という家臣の養子となってしまってますから、将軍位からはもう初めからどけられていたんですけれども、将軍を継げるだけの器量もなかったのかもしれませんが、またこの鍋松もひ弱でしたから、この家信公にとって一番身近であったのは父親同士がいとこであった義道卿である。これは当然の出来事かなとも思います。また義道卿では一人子五郎太がいました。この五郎太は別ビデオでね、もうすでに説明してありますけれども、天皇様のひ孫でもあります。その人物が控えにいますから、ですからそういう意味では義道卿を選んでいくのは当然だったのでしょうね。また義道卿自身も武術で鍛錬された身体を持っていましたし、学問もよくされた方です。学問をこなした義に生きる家信公は義道卿を選んで当たり前だったのではないかなと思います。この尾張徳川家と甲府、その家信公がね、もともと甲府だったんですが、結構深いつながりがあるんです。それはですね、初代義直卿がですね、もともとは甲府藩主だったというところからもつながりがあるんですけれどもね、深い深い因縁があるんです。さて、尾張名古屋城のお畳奉行であった朝日文左衛門は、大室王中記の中で義道卿と義道卿のお母様であられます本寿院様の秋分や縁分を日記に書いてます。もうこれね、口に出せないぐらいひどいこと書いてます。で、それを信じる研究者がですね、結構いるんですよ。でもまるでね、それはね、週刊誌の記事をそのままこう信じるようなもので、その文左衛門というのは身分がそれほど高くありませんから、義道卿や本寿院と直接の接触はありません。で、しかも彼の日記っていうのは世間の噂話を綴ったものですから、おかしく面白く、実際にその内容もね、もう見方によってはすごい縁分ですけど面白いなということになるかもしれません。で、それを信じてしまうのかもしれませんが、内容としてはどうも正確なものとは言い難いように思います。で、それに対して義道卿の故障であり、武術に長け、おそばに仕えた近松重則の言葉には説得力があります。江戸の末期に作られました備反世紀と呼ばれている尾張徳川家の歴史の記録があるんですけれども、この中でも両説を捉えて、やはり近松重則の言ってることの方が正しいのではないか、
こちらはどうも違うのではないか、もう後世の人の研究を待つということを書かれていますけれどもね。ですからこのビデオでは近松重則の文章を証拠として、まあ実は個人的な話なんですけど、この近松重則と私の父方の先祖がちょっと深いご縁がありまして、まあ、実は部下だったんですけど、うちの先祖がね、まあ、そういう縁もありますので、この近松重則のことに関してはまたどこか別のビデオで述べたいと思ってますけれども、今回はその近松重則の言葉を信じてビデオを作っていきます。さて、吉道教の日常を覗いてみますと、朝6時前に起きていたといいます。朝食が8時なんですけれども、それまでの間にその日の命令書とその日自分がせねばならないことを自筆で記していたそうです。食事の際もこう盛り方でね、そばの者たちが困らないように自分で適量このご飯を持った、それほど周りの者部下たちにも気を使った方です。普通終わり半紙ぐらいになったらそんなことしません。でもそれをあえてする、なかなか心にくいですよね。それからお酒は10度のうち1回も召し上がらないほど飲まない方だったといいます。お祝いで飲まなくてはいけないとこでもおちょこに1杯飲むか飲まないかだった。これ複数の証言があるんだそうですけど、大室老中記には暴飲暴食であったということが記してあるそうですが、それはおかしいと近松重則は明確に否定をしています。そして食事が終わった後、午前はこの尾張藩の藩務をしっかりとこなし、昼食時には宗春卿がいた場合はですね、そばに寄せて一緒に食事をした。それくらい吉道卿は宗春卿を可愛がった。他の御連衆の方々呼ばなかったんですよ。宗春だけを呼んだっていうんですね。これは後にお話していきますけど、その影響力がすっごく宗春卿にはあります。お昼をとって午後からは特に武術に精を出し、夕方まで稽古されたそうです。そこから医学や儒学の講義を受け、そして夜食を食べ、そこで家臣の一日の報告を受け、再び儒学や医学の講義を受けた。それから寝所に入った。ですからお酒を飲んだり女遊びをしたりする暇は全くなかったようなんです。まさに人格的に優れ、武芸にも通じていた、それが吉道卿です。武術については新影流の苦生の道統を継ぎ、兵法、居合、弓などあらゆる武芸を学び、儒学も神道も医学も研鑽したそうです。そして精神的な面は父の同じ母の弟である、かつて将軍候補になっていた美濃高須藩初代の四谷松平義行から一週間に一度余人を交えず講義を受けたといいます。また吉道卿の森役であった高木秀則という人は、吉道卿に対してもそして周りの小将たちに対しても厳しく諫言をする人物であり、吉道卿はこの高木秀則とそして松平義行の二人の言葉をよく聞き、よく守ったと言われています。義行は吉道卿に対して相手の才能、身分を超えてよく見極めること、人というのは失敗もあるのが通常であり、それらを厳しく罰するだけではなくてチャンスを与えること、それから新たなことよりも古き良きものを守ること、すなわち温故知新が大切であるということ、太平になると武道が廃り、それが国を危うくする上武道が大切であるということ、あらゆる異変は雷のように予兆があるわけではなく、地震の時のように突然やってくるので平静の用心が必要であること、あらゆる部門に対して鍛錬が大切であることなどを伝えたといいます。
これは七代となる宗春教の音痴西洋の中で伝えようとしていることそのものに連なっています。でさらに面白いのは、名古屋城の二の丸に石碑があるのですけども、王命によりて催さるること、これはどういうことかと言いますと、御三家などの大臣のものは将軍の部下ではなくて、あくまでも朝廷の部下なんだと、将軍はその旗頭なんだということも伝えられています。明治維新の方ががね、こんなところにもあるのかもしれませんね。これにつきましては、初代吉直教および14代吉組教、実はこの方吉組だけではなくて吉勝なんですけれども、このお二方の時にお話をしようと思います。またこの吉道教がとても大事に説いていたのが、表には恩和と仁愛を、陰には武備と武徳が大切と述べています。これはですね、宗春教が言う自仁、慈しむ、仁愛こそ慈しみですよね、恩愛と仁愛です。そして武備武徳というのは自分が忍んでやっていくものですから、仁、ここに連なっていくもの。宗春教の自仁の元は吉道教にあるということがここから見えてきます。そして何よりも、徳川の宗家が断絶して将軍位を御三家が相続するということになったとしても、たとえ順が、尾張の方が上でね、他の二家が下であったとしても、決して順を争ってはならないという家訓が尾張徳川家にはありました。それは天下の騒乱になるからだ、そうならないようにするためには順を争うなという家訓が尾張徳川家には残されていたんです。尾張は東照大権現家康公から木曽、美濃、尾張というこの日の本の中心部にあたるところを任されている、それが最も大切なことなんだ、そういうことなんでしょうね。これがあるからこそ、六代将軍家宣公の仰せであったとしても、あえて将軍位を受けようとされなかったのだと思います。それが御三家筆頭尾張徳川家の矜持なのだと思います。吉道教は家訓にのっとり将軍になれなかったのではなくて、あえてならなかった人物と言えましょう。しかし残念ながらそれが彼の命取りになってしまったのかなと、後代に生きる私たちは感じています。次回は彼の生涯を見つめてみようと思います。どうもこの文でいくと吉道教は3回分ぐらい必要かもしれません。でも私にとってとても大事な人物です。しっかりとお伝えしようと思っております。では次回、吉道教お楽しみください。